はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回3問ありますので、まずここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずじゃない。今回は確率の中でくじを使った問題ですね。くじ引きの問題です。で、1番が、まず、当たりが3本入ってる5本のくじがある。つまり5本くじがあって、3つ当たりね。2本外れだと。で、それを A、B の2人がその順番、A が引いて B が引くっていう順番で引いたときに、2人とも当たりを引く確率を求めなさいと。ただし、引いたくじは戻さないものとするっていう。で、くじ引きについて、まず大事なこと、1個目がここです。引いたくじを戻すか戻さないか。これは両方あります。パターンとしては。で、戻さないっていうのは、A が、例えば当たりを1本引きました。って時に、これをもう1回くじに戻さないんです。つまり、B が引く時には、全部で4本に減ってるよって。で、A が当たりを引いてれば、当たりも2本に減ってるよっていう。そうやって、次の人が引く時の条件が変わるっていうのを意識しておいてください。で、逆に、戻すときは、また同じ状態に戻ってるんで、B が引くときも5本、くじがあるし、当たりも3本あるよっていう、いいね、状況が変わります。で、今回の動画の最後にもね、本編の、くじ引き編のやつのね、動画、リンク貼ろうとは思うんですけど、くじ引きっていうのは、基本的に、色玉と同じ解き方をします。どう解くかっていうと、くじに名前をつけるんです、まず。で、今回5本くじがありますよね。だから、ちょっとね、A と B で被っちゃいますけど、くじ引きを5本分ね。A、B、C、D、E ってくじに名前をつける。で、当たり3本。まあ、どこでもいいんですけど、左から行こうか。A、B、C が当たりですよって自分で決めちゃうんです。で、樹形図を書いていくの。このままね。で、どう書くかっていうと、まず左側、A さんが引く方ね。A さんが A を引くと。ちょっとごちゃごちゃするけどごめんね。A さんが A を引いたときに、B さんは B を引くか、C を引くか、D を引くか、E を引くか。この4通りしかないですよね。A、A はないからね。くじ引きを戻すことがないので、A さんが A を取っちゃったら B さんも A 取れないからさ。いいかな？で、同じように、A さんが B を取ったら、の、B はもうなくなってるんで、A, C, D, E となる。で、ちょっと長くなっちゃうけどごめんね。番書量が多くなるんで、C を取ったら C がなくなってるから、A, B, D, E。D を取ったら、A, B, C, E。入んなかった。で、E を取ったら、A, B, C, D とこうなります。全部でこれですね。で、数えると、4が1、2、3、4、5個あるんで、4、5、20。つまり、分母は、20分のと、こうなります。で、その中で、当たり、2人とも当たりを引いてるところを探したいから、当たりは ABC です。つまり、AB、AC。ここ OK だね。2人とも当たってる。D は外れちゃってるからさ。で、BA、BC。ここも OK。で、CA、CB も OK。で、ここの D と E はもう A さんが外れてるからさ、二人とも当たることはありえないので、この6箇所、つまり20分の6、忘れず、約分して、10分の3でこれで終了と、いう風になります。ちょっと答えがちっちゃいとあれやな。待ってね。ごめんね、まだちょっと喉がね、声はだいぶ戻ったんですけどね、咳が、10分の3と。入ってるかな？大丈夫ね。はい、という感じになります。はい、なるんですが、ですがっていうね、もちろん、ごめんね。この解き方、覚えてください。名前をつけて樹形図を書くっていうのは、中学校のくじ引きの問題であれば、特に定期テストであれば、ほぼこれで対応できます。できるんですけど、実はもう一個ね、すごい楽な方法があって、それも紹介します。いいかな？こっちも覚えてほしい。どうやるかっていうと、今、条件としては、A さんが引いてから B さんが引きますよね。で、二人とも当たらなきゃいけない。
A さんも当たりだし、B さんも当たらなきゃいけない。これを出したいじゃないですか。で、樹形図書きません、この解き方。どうやるかっていうと、まず、A さん、B さんのことを無視して、A さんが当たりを引くのは何分の何かなって考える。今、5本のうちから3本、当たりたいからね。5本のうちから3本の当たりを引きたいんで、のどれかを。つまり、A さんが当たる確率は5分の3ですよね。5本中3本だから。じゃあ、A さんが当たりを引きました。いいね。引いた状態で B さんが当たるのって何分の何って考える。で、最初にも言ったように、A さんが当たりを引いた時点で、くじは4本に減ります。当たりも2本に減ってます。つまり、B さんは、4本中2本の当たりを引けばいいと。4分の2だよね。で、この A さんと B さんが同時に起こらなきゃいけない。A さんも当たるし、B さんも当たる。つまり、これを掛け算すれば、これ計算してください。ここ、約分して2分の1でしょ。掛け算すると、はい、10分の3なんです。これ楽じゃない?高校に入るとね、確率またあるんですよ、高校で。あるんですけど、そうすると、いろんな確率が出てくるので、毎回これじゃ解けないです。解けないんですけど、中学校の確率、まあ、難しいね、私立入試、私立高校の入試とかだと、ひねられると思うんだけど、定期テストぐらいだったらね、くじ引きはかなりこれでもいける。で、時間があったら、その、こっちで解いて、時間があったら、見直しの時にこっち樹形図書いてみるみたいな。で、答え一致したらほぼほぼいけるっしょ、みたいな。漢字でやるのがおすすめ。個人的にはね。これ両方とも覚えておくといいです。で、なぜかっていうと、2番行きましょう。2番はちょっとこっからね、話が変わります。当たりが4本入った10本のくじです。多いんです、今度くじが。で、その時にまず2番。A 君が同時に2本引くとき、2本とも外れを引く。A さんね、A さん、A 君、だいぶ運がないけど。その確率を求めたいと。で、なんでこれを押したかっていうと、もちろん名前つけてもいいんですが、10本名前つけて樹形図書くの相当辛いです。特にテストの時そこで時間は取りたくない。だからこの方法を使ってほしい。で、同時に引く時もこれ使えて、A さんしかいないんだけど、A 君、1本目当たり。まあ、同時に引いてるんだけどね。2本目も当たりとこういう風に考えます。で、今、まず1本目当たりじゃないよ。外れだよ。ごめん。A 君外れだったな。 A 君が外れだったね。10本中外れは6本です。つまり1回目、10分の6ですね、外れを引く確率は。で、同時に引いてるんですけど、2本目考える時も引いたやつ、いいね、引いたやつをなくなってると思って考えてください。つまり1本減って9本のくじの中で外れも1本減ってるから5本になってる。つまり9分の5とこうなります。で、同じようにかけてください。いいかな?今回も引いたくじ戻さないんでね。そこを意識しながら。で、これを約分すると、ここ約分して3、2かな?で、こう、なんか2と5と10で約分できるから、結局3分の1。これでも終了です。2番。これだけなの。いいかな?で、その一歩先ですね、3番。今度は A 君がさっきと同じ同時に2本引いた後に B さん登場です。B さんが1本引きます。2本1本ね。その時に B さんだけが当たりを引く確率。つまり A さんは両方とも外れで B さんが当たりを引くんです。で、ここの答え使ってももちろんいいんですけど、まあ、同じようにやっていくと、2人しか出てこないけど3回引いてるよね。で、A さんがまず外れるでしょ。で、B さん、また A さんがもう一本外れるでしょ。で、その後に B さんが当たるわけよ。こうやって、順番的には、外れ、外れ、当たりだからね。で、まず A さんが外れる。まあ、さっきと同じです。10本中6本。かける、1本減ってる。外れも減ってるから5本。かける、ここ大事。B さんが当たる確率は A さんが2本引いてることによってくじは8本です。でも当たりは1本も減ってないから、まだ A さん引いてないからね。だから当たりは4本残ってるんで B さんが当たるのは8分の4になります。で、全部かけてあと約分です、あれを。やっていくと、ちょっとこれやろうかな。暗算きつそう。2、1でしょ。
3、2で消えて、ここも1、2か。つまり6分の1だね。となって、これで終了という風になります。いいかな？なので、まあ最初に言ったように、一番ね、学校でも習うのは、名前つけて、樹形図書いて解こうよ。これがシンプルです。ただ、こう、くじ引きが増えてしまった時に、樹形図はちょっと厳しくなってくるので、なので、こっちの解き方も、ぜひね、覚えておいてもらえたらと思います。いいかな？では、今回はこの3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。